皆さんこんにちは、チンスポの達人です。今回はですね、福岡県中洲の屋台街を紹介したいと思います。福岡の屋台はですね、第二次世界大戦後の1945年に始まったと言われています。戦後の食料不足にあえいでいた人たちを助けるために、道端で屋台が開かれたのが始まりだそうです。衛生管理法や道路交通法などの制限を受けて徐々に衰退していってしまったんですが、屋台経営者が集まって組合を作り、屋台存続に向けて行政と交渉を続けた結果、2013年に福岡屋台基本条例が制定されまして、でこれによって屋台が抱えていた問題が解決されました。いや、良かったですね。福岡の屋台の大部分が中洲、天神、長浜の3エリアにありまして、でその数はおよそ100軒ほどだそうです。営業時間は、だいたい18時から夜の2時頃までとなっております。今歩いている中洲の屋台街はですね、中川という川沿いにあるので非常に開放感があります。ちなみにタクシーの運転手さんに聞いたんですけど、なんか地元の人はほとんど屋台には行かないみたいです。なんで基本的には観光客を相手にしてるっていうことですね。ということで、こちらのひでちゃんというお店で食べました。焼きラーメンっていうのが名物っていうことでしたね。土曜の夜っていうこともあって、どのお店も非常ににぎわっていて、で中には行列ができてるお店もちらほらありましたね。であとはラーメン以外だとおでんも人気みたいです。いや、しかしこれだけの屋台が並んでると圧巻ですよね。なんか一説によると、全国の屋台の 40% が博多にあるそうです。でしかも最盛期の1970年頃には400軒以上あったそうです。屋台見ると昭和感がして懐かしくなりますよね。こちらは餃子の屋台屋さんなんですけど、博多の餃子って小ぶりで食べやすくて、でビールとの相性もすごい抜群なんですよね。その隣にはまたおでん屋さんもありますね。でこういう赤ちょうちんとかもいいですよね。なんかこういう景色はこれからも残していってほしいなと思いました。はい、ということで、今回は中洲の屋台を歩きました。それでは次のスポットでお会いしましょう。ではまた。